しいな。ママから送られた RPG、ここにしまったと思ったんだけどな。まだ引っ越しコンテナの中か。お、お客か。交換やナインバリによく来たな。玉か薬か。が入ってんぞ。お、もう終わりか。いいのが。お、もうなんか買ってんか。リーン、訪ねてくれたみたいだね。檻を見て声をかけようと思ってたけど。ようこそ、名ばかりのトリスタ放送へ。2ヶ月ぶりだね、リーン。
気をつけてくださいね。よく来てくださいましたね。お久しぶりです。ドミニオン第2位、箱使いライサンダー、それが私の正式な身分とあだ名です。私の身分は銃騎士、ライサンダー教をサポートする聖杯騎士の見習いになります。Thank you.
始めようぜ。
悪い、待たせちまったか。え、この声、まさか。レクター少佐、それにニシシ。ミリアム、久しぶり。ビーン、だからいきなりタックルはで、いやー、無理言ってレクターについてきてよかったよ。また来週から任務でさ、いつ会えるかわからなかったから。卒業おめでとう、リン。ご理事くらいだけどな、ミリアムは変わらないな。元気そうで何より。ミリアムちゃん、やれやれ。久しぶりだ、シュバルツァ。ここで会うのは本来想定外だが、たく、うまい落としどころをまんまと見つけやがったもんだぜ。何のことやら、自分にはさっぱりですね。ですが、お久しぶりです。昨年末以来ですか。ああ、そうなるな。ハーシェル女子も久しぶりだ。さぞ憲兵少佐さん相手に窮屈な思いをしてるんじゃねえか。それほどでも。当てこすりはやめてもらおうか、アランドール少佐。それと、あんたともお久しぶりか、オルランド。うちの筆頭が無理を言っちまったみたいだな。らしくねえじゃねえか、スケアクロウ。こっちこそ、あんたに借りはあったが、イーブンで行こうぜ、イーブンで。そう言ってくれると助かるぜ。で、どうした、鉄血の懐刀殿、私のことを気にするの。いえ、お初にお目にかかります。帝国軍情報局特務少佐、レクター・アランドールであります。お見知りおきのほど。乙女や上昇と違って、確かにまみえるのは初めてか。私がここに赴任した流れを考えると、とても初めてとは思えぬがな。過大なお言葉、宦官の至りであります。こわ、あれが黄金の羅刹か。やり合ってるレクター少佐もさすがな面の皮の厚さだが、心臓に悪いな。まあよい、そろそろ本題に入ってもらうとしよう。くしくもここに鉄道憲兵隊と情報局の少佐殿たちがいる。さて、どのような面白い話をしてくれるのかな。
なんやて？ほんま、大きいな。
Thank you.
ください。失礼します。探索を開始します。せい。せや。チャンス。やの番です。いつもありがとうな。行くよ。さてと。
番に備えてみましょう。終わりだ。遊びかけるぞ。ミロク、早く。さてと、無流幕起動、勝者今です。前、はっ、今だ。追撃します。おっ、あら、ショットだ。はい、先へ進むには、いや、対応するスイッチを探して、チャンス。大丈夫か？終わりです。トレジャーを発見し完了です。私の番です。無流幕起動、勝者。僕の番だね。蹴散らせ。俺の番だな。せっ。よし、これで大丈夫だ。これで大丈夫だ。各種ステータスアップ。それ。やっ。チャージ完了です。
舞。形式番号 OZ74 ブラックラビットアルティナ、これより迎撃を開始します。あ、本当に一個違いなんだ。それじゃあ行くよ。ミリアム、アルティナ、君たちとの付き合いも長いし、ある程度は分かっているつもりだ。あ、ディーン教官、二人の出身が黒の工房という正体不明なところであるのも知っている。そこで過ごした時の記憶は消され、情報局に引き渡されたことも、戦術核という不可思議な武装と同期する能力を持っていることも。あはは、厳密には人間じゃないってことも。明言はしていませんが、類する発言は何度もしていましたね。確かに私たちはホムンクルス、人工的に生み出された存在です。と言っても遺伝子は人間とほとんど変わらないみたいなんだけど、その割には背が全然伸びないのは納得できないけどさ。それは同意です。まあ私にはまだ成長の可能性が残されていると思いますが。僕だって負けないんだから。
うすうす気づいていたし、彼女たちからもそれとなく聞いた話だ。だが黒の攻防、結社を裏切って内戦の最後に彼に取り込まれた組織、妖精で各地に出向いた時にも調べたが、結局何も手がかりはつかめなかった。記憶を消された彼女たちはもちろん、レクター少佐ですら一体どういう、何の目的でミリアムやアルティラを。おーい、リーンってば。もう何をぼーっとしてんのさ。体調が優れませんか。大丈夫だ、ミリアムはミリアムだし、アルティナがアルティナであるのは。ん？リーンってば、何当たり前のこと言ってるのさ。うん。それこそ礼を言われることじゃないだろう。テスト評価に影響します。問題なければ探索を続行しましょう。ああ、行こう。改めてレッツゴー。私の番です。無竜幕起動、勝者。戦闘終了、お疲れ様でした。えい、チャージ完了です。私の番です。無竜幕起動、勝者。マイ。はい。は
ます。ブリューナク起動照射。行くぞ。せっ。よし、これで大丈夫だ。みんな、準備はいいか？母ちゃん、うち、チェンジ！トーク！よーし！テラブレイザ目覚めた気分はどうだ、ミリアム・オライオン君。君を新たな子供たちに迎えよう。私の番です。ブリューナク起動照射。今です。とどめです。はーい、
私の番です。やっ、そこです。よし、掴んだ。お宝発見。強敵です。注意してください。俺の番だな。行くぞ、突撃陣烈火。行くぞ。行きます。
取れ。迷宮シス、我が太刀は成。見えた。行くぞ。アークス駆動。はっ。助かります。まだやれる。アークス駆動。私の番です。アークス駆動。はっ。ありがとう。はっ。ありがとう。行くぞ。聞くだろ。ノワールクレスト。僕の番だね。行きます。アークス駆動。俺の番だな。はっ。はーい。俺の番だな。はっ。私の番です。アークス駆動。はっ。ありがとう。はーい。蹴散らせ。はい。まだやれる。はあ。行きます。行きます。すまない、みんな。さてと。や。ありがとう。です。
まだやれる。体力低下。みんな、すみません。手強いぞ。気をつけろ。行くぞ。突撃時、烈火。行くぞ。明鏡死す。我が太刀は聖。見えた。私の番です。ブリューナク起動、照射。いくよ。蹴散らせ。俺の番だな。アークス駆動。やっ。助かります。すまない、みんな。さてと。ありがとう。ピンチです。やっ。負けられない。ノワールクレスト。負けられない。はあ。やっ。ありがとう。ピンチです。行きます。ありがとう。ありがとう。俺の番だな。いくよ。俺の番だな。やっ。ありがとう。俺の番だな。せい。崩れた。追撃します。はい。
散らせ。行くぞ。ありがとう。私の番です。行きます。はーい。どれ。負けられない。せっ。や。ありがとう。行きます。トランスフォーム。シンクロ完了。ゴー。アルカリスギア、よーい、ドン。武竜学展開、勝者、とどめです。はぁー、ドン。明鏡シス、我が太刀は聖。見えた。行くぞ。
行くぞ。はっ。私の番です。行きます。はっ。ありがとう。俺の番だな。行くぞ。はっ。行きます。やっ。はい。蹴散らせ。僕たちの勝ち。やったね。各種ステータス。行くぞ。さあ。さあ。番だね。行きます。やっ。チャージ完了です。
よ、お疲れさん。言われずともこれも任務ですし。いろいろ大変かもしれないが。ミシシ、了解。そんじゃな。一気に静かになったな。アルティナ、私と彼女は本当に同じなのでしょうか。形式番号は私が最新、少なくとも基本的なスペックで劣ることはないと自負ですが、どうしてあんな。アルティナ。ミリアムはミリアム、アルティナはアルティナだ。君にもいつかきっと見つかる。アルティナがアルティナらしくあれる道が。私らしく、難題続きです。改めて自己紹介しちゃいますね。本番組の進行を務めさせていただくミスティと言います。1年半前、さまざまな事情があってきちんとしたご挨拶もなく終了してしまった本番組、皆さんの熱いご要望もあってこうして再開できたこと、
学生だったリスナーの皆さんは卒業して社会人になったのかな。新入生やそうでない皆さんも改めてお付き合いいただければ幸いです。中旬、今収録している場所は以前収録したトリスタと比べてライノの木は多くないんですが、それでも新たな出会いや懐かしい人たちとの再会なんかも予感させる季節ですよね。皆さんも忙しい新生活の中でもふと街中を舞う白い花びらに目を向けてみてはどうでしょう。それでは早速番組再開を記念し、各地のリスナーからのお便りを紹介していきますね。まずはセントアーク在住、ラジオネームミス古書店さんからの。Thank you.
シドニー、状態がふらつきすぎだ。もう少し腰を落として滑るように前進するといい。無茶言わないでくれよ。さすがだな、ゼシカ。へえ。かかってこい。僕の番だな。
なかなかやるな。行くぞ。私の番ね。やっ、チャンス、いただき。よし。まだまだこれ。礼を言うぜ、シュバルツァー教官殿。せっかくだから英雄様の凄さを直接味わってみたくてね。別に構わないが、いきなりヘクトルで大丈夫か？パワーがある分扱いは難しいから、初心者にはハードルが高いぞ。ああ、そうみたいだな。だが、こいつを使うには少しパワーが必要なんでな。その距離では。いや。奇襲用のギミックだと。やりやがる。だが先手はもらったぜ。俺の番だな。
の番だな。ランクアップだな。褒美を渡すとしよう。今後も期待させてもらおう。
生徒と教官の皆さん、鉄道憲兵隊少佐クレア・リーベルトと言います。第二分校専用特別走行列車デアフリンガー号をお渡しします。
入学より3週間未だ浮き足立つ者もおろう。だが先日の気候兵教練も経てそなたらの扉はさらに開かれた。そして古来より旅は人を成長させるとも言う。そなたらが一回り大きくなって帰ることを期待する。イエス、マン。ハーシェル、オルランド、ひな鳥たちのことはよろしく頼む。はい、お任せください。ま、いろいろありそうだが魅力は尽くさせてもらいますよ。そしてシュバルサ、北方戦役の終結から続いていた凪は終わった。大いなる力を持つ者として流れを見極めてくるがいい。己の未熟さと向き合い、時に周囲に頼りながらな。文校長。ええ、承知しました。気候兵の運用と整備については一通り教えた通りだ。消波程度の通常整備ならなんとか一人でやりきるがいい。サイス中央工房の誇りにかけてな。はい、お任せください。生徒教官合わせて24名何人無事に戻ってくることやら。これより先は激動の時代。飢餓も国も老若男女の違いもなく、乗り越えられないのであればどの道明日はないでしょう。